食卓にぐるぐる巻きのインパクト。簡単にできるカラフルな一品、人参と小松菜の肉巻きをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず耐熱皿に材料 A をそれぞれ入れ、500ワットの電子レンジで人参は2分30秒ほど、小松菜は1分ほど加熱します。豚肉3枚を6センチ幅になるように縦向きに少しずつ重ねます。手前と奥をそれぞれ2センチほど開けて、半量分の人参を並べ手前から巻きます。残りの人参、小松菜も同様に作りましょう。フライパンにサラダ油を熱し、肉巻きの巻き終わりを下にして全体を焼きます。水を回し入れ、蓋をして蒸し焼きにしましょう。混ぜ合わせた材料 B を加えて、照りが出るまで絡め、1本を3等分に切れば出来上がりです。カラフルな見た目で冷めても美味しい料理だから、お弁当のおかずに使うと華やかになりますよ。ぜひお試しください。